どうも、医師免許を持ってる芸人のシュンシュンクリニックです。ということで、今、応援イベントが終わりました。そして、お久しぶりの、清家塾長です。よろしくお願いします。はい、京都医塾塾長の清家二郎でございます。お久しぶりです。お久しぶりです。本当にお久しぶり。いや、本当に感情。今生徒さんの前でいろいろ話したからね。まああのイベントというか、まあ、サプライズで一応応援の。そうですね。まあ、イベントというよりもまさに本気の応援をしていただいて、まあ。そうですね。でも本当に生徒さんみんな、うん、真剣さが伝わってきて、やっぱり頑張ってほしいなっていう気持ちが本当に芽生えてきました。でまああの清家塾長は京都医塾の、はい、まあ、塾長なんですけれども、はい、で今ちょうどこれ撮ってるのが2月1日で、そうですね。今ってその私立の医学部のちょうどその、はい、折り返しじゃないですけど、うん、真ん中ぐらいなんですよね、うん、そうですね、あの前期と後期がありまして、まだ前期の、まあ、前半戦が終わったところと分かりましたですね。で、はい、僕自身が一応国立を出てて、はい、私立のに関してそんなにスケジュール感っていうのがあんまり分からなくて、はい、でこれを見てる人とかっていうのは、もしかしたらちょっと医学部に興味があるよっていう人も結構いらっしゃると思うので、はい、例えばその私立大学に絞った医学部のスケジュール感というか、はい、例えば、まあ、一般入試推薦入試あると思うんですけど、ありますね、一般入試のスケジュール感って大体どういう感じなんですか？わかりました。あの共通テストがございますね、はいはい、昔のセンター試験。あ、その通りです、ね、あれが今年2024年で言いますと、うん、1月の13、14に終わって、はい、その2日後からですね、はい、実は私立大学医学部の入試が始まります。結構早いんですね。そうなんですよ。そんなにそのあの投手だったらだいぶリリーフだなってでしょ。そうなんですよ。中1日ってだいぶすごいですね、うん、そうなんですよ。なので共通テストも受けて、はい、私立大学の医学も受けるという人は、うん、もうその頭の切り替え、ね、体調のコントロールが非常に、ね、確かに大変だ。そうですね。だって使うちょっと脳の筋肉も違いそうじゃないですか。そうなんです。よくご存知ですね。いや、なんとなく共通1次とその2次というか、うん、それだったら、うん、一般だったらちょっと違いますよね、うん。あの時よりも今の共通テストと私立大学医学部入試は全く違うものになってるんですよ。なるほど。共通テストの内容ですね、はい、あの教育改革っていうのの中で共通テストの内容が変わってきますので、うん、より今乖離が大きな状態ですね。なるほど、うん、大体そこで始まってどれぐらいのこう日数いくものなんですか、うん、そうですね、実は31校私立大学医学部ございますけれども、うん、その最後となりますと2月の後半なんです、はあはあはあ、その後私立大学医学部後期試験っていうのが始まりまして、はいはいはい、後期試験の一般入試一次試験が終わるのが3月の10日、はあはあはあ、そこまでだけでもう実は2ヶ月で約60日があるわけです。結構、まあ、長いというか、その中に大学によってじゃあいろいろ入試の日程が違うってことですか？その通りです。ですので例えば31校の日程もそれぞれバラバラで、はい、そのおかげでですね、私立大学医学部の受験生は複数の学校を併願することができると。なるほど、なるほど。ということができますね。なるほど。ですので、まあ、受験の戦略としてですね、はい、その中のどこを受けていくのか、うん、この選定ですね、これは相性だったり偏差値だったりですね、出題科目であったりいろんなことを考えながら最適なものを選んでいく、はい、それも一つ合格のための戦略になっていくわけですよ。なるほど、うん、あの一次試験とか二次試験ってあるじゃないですか、はい、あれってどういうことなんですか？はい、私立大学の医学部入試、それは一般入試で言いますと、おっしゃる通り一次試験と二次試験があるわけですが、はい、一次試験はいわゆる学科試験でして、31校のほとんどの場合は英語、数学、そして理科2科目です。なるほど、うん、ほう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 。でその31校の中で、まあ、一部の大学に関しては理科が1科目だったり、まあ、数学が数3、今度数 3C までなんですけれども、はいはい、が S1A2B までに限られているとか、ちょっとだけですね、その範囲になる、そういったものがあの限定的である大学はございます。二次試験はまさに医師の適性を見るような小論文、面接、はいはいはい、これが一般的な私立大学医学部の二次試験ということになります。そうか、じゃあその中でちょっと自分に合ってるようなところとか、うん、もちろん偏差値とか、あとは得意な科目だったりとか、はい、配分とか、そう、そういうのをやっていくっていう、そうですね、ことですね、はい、まさにスケジューリングだとか、ああ、大学の問題に対するマッチングとかは非常にやっぱり合否に影響しますので、うんうんうん、大事なことですね。なるほど、はい、スケジュールの中でもちょっとなんて言うんでしょう、はい、最初はこう、うん、例えばすごく一番私立の中でいいのって慶応とかだと思うんですけど、そういうのはどの辺になるんですか？一番最後です。あ、
一番最後なんですね。最後ですね。そういう意味では関西ですね、西日本の一番難しいところも大阪行かなくてないんです、はい、はいはいはい、偏差値的にはね、あるいは関西大も同じなんですけれども、まあ、大阪医科学大学は西日本の中では一番最後、はいはい、はいつぐらいなんですか。それが2月10日ぐらいですね。でもやっぱりじゃあ、うん、遅めな方ですかね。そうです、っていうとそうですね、これから先ですね、まだね。それはなんか、うん、偶然ですか。別に偏差値が高いからとっていうわけではない、うん、そうではないです、うん、そうではないんですが、大体ですね、多くの大学が、毎年この辺りに試験があるっていうのはおおよそ決まっています。なるほど。ただ細かい話になりますと、毎年毎年、何月の第何曜日にやるって決めてたけど、突然1週間早まったり、あ、はいはいはい、突然あれ今年で言うと、聖マリアンナ医科大がめっちゃ遅いってなったり、そうなんですね。この発表はもうね、我々にとっても受験生にとってもドキドキで、半年前からねホテル取っててもあれってなることがあるんですよね。そうするとやっぱりこのスケジュールが変わって、あ、こことここがバッティングしてた、はいはいはい、ここの一次試験と前に受けた大学の二次試験がバッティングしてるとか、うんうんうん、その会場が今回で言えば東京じゃなくて横浜だろうな。なるほど。いろんなことでまた受験のロードに影響するわけですね。いや確かにこれ普通に聞くと、いや1週間の違いじゃんとか東京と横浜じゃんって思いますけど、やっぱ受験生とかになったら、うん、全然違いますよね。全然違います。モチベ、なんだろう、その気持ちの作りようとか違います。1週間ってだいぶ違いますよね。でね、さらに例えばまさに今日2月1日、はい、実は今日同時に4校の試験があったんですよ。4校、はい、日本大学、はい、日本医科大学、はいはいはい、久留米大学、はあはあ、そして東京女子医大学、4校があるという日なんですね。はあはあ、いや折り方独特ですね。あ、そうですね、折り方独特ですね。日本大学、いやもっと独特だわ、日本医科大学、難しい。で明日もそうなんですね、はい、でこれはもう特別なことで、うん、そうするとですね、その4校の中にどこに臨むのか、これもまたしっかりと来年自分が医学部のどこかに受かっているのかどうかってことに大きく影響するわけです。なるほど。だから年度によってその被っている、同日に複数の大学の受験があるっていう、その学校も異なるわけですね、予定が変わることによって、うんうんうん、そうするとまた戦力が変わってくると。そうですね。そうなんですよ。同じ日のやつはやっぱりその複数は無理ですもんね。そうです。その1校だけですもんね。そうなんです。行けたらそれは替え玉ですね。そういうことですね。大問題ですね。自分の逆にトッペルゲンガーとか。そうですよね。なるほど、はい、そうか、分かりました。でも大体のスケジュール感で分かりました、うんうん、やっぱりいろんなところを受けて、はい、まあ、自分の適性とかも見つつやっていくっていうことですね、はい、ちなみに大体平均的にどれぐらい受けますか、うん、皆さん。なるほど。このね、私立大学医学部平均的に何校受けますか、この質問よくある質問なんですよ、はい、あ、本当ですか。本当にまんまとしてしまいました。でも気になります、すごい、はい、で結局何校ってお答えしたいんですが、はい、これなんで本当にバラバラなんですよ。あ、そうなんですね。あの1校しか受けない方もいらっしゃいますし、はいはいはい、それこそ10校以上受けられる方もいらっしゃるというところなんですね。うん、でそれはこの私立医学部受験っていうのを、まあ、まず大きくどう捉えてるか、目的が何かというところにもよります、はいはいはい、例えば国公立医学部、これをメインに考えながら併願としてこの一個、うん、そうですね、そのパターンもありますよね。国公立の受ける学校によっては、うんうんうん、そのこちらの私立の医学部の合格があればこちらにしてもいいかなというぐらいの学校を1校受ける人もいれば、私立だけ専願で複数校受けて、うんうんうん、どこでもいいからとにかく医師になることが大事、はい、だからどこか受かりたいという人はそれこそ体力とスケジュールがうまくいけばですね、うん、10校以上受けられる方もいらっしゃるんですね、うんうん、なるほど。平均っていうのがあんまりない感じですね。ああ、じゃあ、うん、確かにどう捉えるか、その人がどういうこう、うん、目的というか、その通りです。考え方によるっていう感じです、ね。その通りです。はい、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、一応、はい、聞きたいことは聞けたので、そうです。これで以上にしたいと思います。喋りたいことまだまだ喋り足りませんけど、次の機会にしましょう。はい。塾長放っておくとマジでそうですね。3日後ぐらいまで喋りそうなんで。カメラのね、はい、ありがとう。いや、バッテリーがもう全然なくなっちゃうんで、この辺にしておきましょう。はい。まあ、塾長は、もちろん京都医塾で、はい、塾長としていろんな教え子をやっておりますので、はい、で、
まあ、京都医塾のじゃあ最後にこう、うん、なんだろう特徴というか、うん、それを軽くまあちょっと話していただいて終わりにしようかなと思います。とにかくその人に必要な教育っていうのは一人一人絶対違う。なぜならその一人一人が全て違うからです。ですのでしっかりと分析させていただいてその人のためだけの教育をいたしますよ、はいはいはい、それが京都医塾です。なるほど、はい、1泊2日の体験っていうのは僕自身もあの前に動画で上げてますのでそちらの方を参考にしてくださったら嬉しいです。ぜひご覧ください。はい、ということであの今回京都医塾の、はい、まあ、応援メッセージということで、はい、させてもらったんですけれども、はい、まあ、塾長の熱意もそうですし、はい、本当にあの僕自身あの京都医塾の生徒もそうですしもう全受験生みんな頑張ってほしいなと思ってますので、はい、これ見てる受験生の方もしいたら、絶対に合格できますので皆さん頑張ってください。ということでこの動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュ。動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったらぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。